いえいえ、気にしないでくださいよ。この店でおでんを食べるとですね、なぜか年計のガソリンスタンドの請求書に化けちゃうんですよ。だから遠慮しないでもう一杯飲んでいけばいいのに。クマちゃんも勉強しといてくださいよ。謙虚な人が結局一番長生きするんです。さっきの話本当っすかね。さてそれはわからないですけどね。真偽はともかく、そういう話がまことしやかに流れてるってことには意味があると思いますよ。そんなのが村長を狙う動機になりうるんすかね。クマちゃん、いつも言ってるでしょ、動機っていうのはその本人に十分でありさえすれば足りるんです。価値観の違いをよく考えなくちゃ。あ、お母さん、もう一杯ください。クマちゃんは見たことありませんか。私は随分前に何かの用で行った時に見たことをよく覚えてますよ。すみません、ちょっと思い出せないっす。そりゃもうおっかないくらいに厳重に施錠してありましてね、重そうな勘抜きでどっかりと塞がれていて、まるで大金庫みたいに厳重な蔵だったんですよ。だから村長とフルデリカも同罪ってことなんですか。だとしたら村長に続いてフルデリカもまずいじゃないですか。その可能性は大ですね。クマちゃん、ひなみ座を巡回している覆面者に至急連絡、フルデ神社近辺に張り付かせてください。了解っす。